何にしようかな。これなら強くなるはず。入れる場所は、さあ何を入れよう、さあ何を入れよう。何を入れよう。何入れよっかな。どれにしようかな。これでどうだ。どれを使おうかな。考えすぎも良くないよね。悩む材料はいらない材料のような。どうしよっかな。これなら十分かな。どれを使おうかな。何にしようかな。何にしようかな。どこに入れようかな。さあ何を入れよう、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 さあ何を入れよう。こんな感じかな。いっどこか行きてえのか。ここくらいなら平気じゃないかな。弾は禁物だよ。そこ当てる。そこ伸びろ。連続よ。そこ当てる。そこどいて。カイザー行くよ。当てる。そこ伸びる。連続よ。そこ当てる。セイさん頼みます。任せる。まだまだ。カイザー連続よ。行け。そこさあ始めるよ。戦況を変えるよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。そこ美味しそうな食材。なんだろうあれ、宙に浮いてるみたいだけど。なんとなくですけど心臓に見えませんか？あの大きなのが心臓？おかしな話じゃないわ。外から見た竜の大きさから考えると心臓はあれくらいの大きさはあるだろうから。じゃあ生きていた頃はあれが動いてたってことですか？動いていたと思うわ。魔力が通っていた痕跡もあるし。今はその源が枯渇してしまっているから動かなくなっているようだけど。じゃあその源をどうにかできれば心臓がまた動き出すってこと？どうかしら。ただ可能性がないとは言い切れないわ。動いてほしいわけじゃないんですが。てやっ！脅威ではなさそう。そこ当てる。伸びろ。そこ正解。連続よ。そこ当てる。そこせーの連続よ。いくよ。当てる。任せる。そこ妖精さんお願い。そこ当てる。せーのそこそこそこ。まだまだいけ。カイザーいくよ。そこ当てる。何を使おうか。一気にいくよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。れはこれって家だよね。うん、間違いね。これは集落の跡だ。ちょっと待って、ここって竜の中なんだよね。なのにどうして集落の跡があるの？それじゃあまるでここに住んでたみたいじゃない。実際住んでたんじゃないかな。どういうことですか？外で竜の骨を見た時、こんなに大きな竜が生息しているのかと思ったんだけど、この集落の外壁に使われている石は外の竜の骨のものと一緒みたいなんだ。つまりどういうこと？多分だけど、外の大きな竜の骨はここに住んでた人が作った偽物なんじゃないかな。けどわからないわ。昔の人はどうしてあんなものを作ったの？それはまだわからないよ。僕も今やっと違和感の意味が分かったばかりだし。でも伝承と関連づけて考えると、ここは遺跡の一つで間違いないってことだね。まさかこんな形で発見することになるなんて。僕らがこの遺跡に感じている全ての疑問は、先へ進めばきっと解けるはずだよ。そういうことならここで悩む必要はないね。さっさと奥まで行って疑問を解消して、みんなですっきりしよう。ああ、賛成だ。もう考えてばっかりは疲れたからな。油断は禁物だよ。そこ当てる。伸びろ。連続よ。そこ連射。当てる。そこ伸びろ。正解だ。行くよ。当てる。そこ連射。そこまだまだ。無理しないで。当てる。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。当てる。そこまだまだ。行け。当てる。正解。連続よ。まだまだ。そこ伸びろ。正解。そこよ。当てる。当てる。飛びなさい。逃がさない。当てる。何を使おうか。戦況を変えるよ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。ここに落ちてるのって古い石板だ。何が書いてあるのかはさっぱりだな。すごい古代の文字が書かれた石板がこんなにいっぱい無造作に落ちてるなんて。ったく、見た目はすげえ変わっても中身は昔と変わってねえな。そうだね。こうしてると昔のタオくんそのままだよ。ねえタオ、この石板には何て書いてあるの？さあ、僕に聞かれてもさっぱりだよ。読めるから喜んでたんじゃないんですか？え？読めないからいいんじゃないか。解読する楽しみがあるんだし。本当、何が書いてあるのか楽しみだな。早く解読してみたいよ。本当、タオはいつでもタオだね。ええ、いつでもどこでも呆れるくらい夢にまっすぐな人です。これは水槽？何を溜めてたんだろう。もしかするとここでは魔力に関する研究がされていたのかもしれない。かすかに残ってる結晶体から魔力を感じるの。自然のものとは明らかに違う高純度のものが。なんでそんなことを？これも作り物かな？そうみたいだな。ただ単なる飾りとして片付けるには異彩を放ちすぎてる気もするがな。外の骨もそうだったけど、竜に何か思い入れがあったのかな。家の中や外に動物の像を守り神として置く地域があるらしい。もしかして昔のやつらは竜を守り神として扱っていたとは考えられないか。守り神、確かにこれだけ大きくて迫力のあるものなら十分守り神になりそうだけど、でもそうだとすると何から何を守ってほしくてこんなすごく精巧な像を作ったのかな。わからんが、それだけ恐れていたものがいた、もしくはあったのは確かだろうな。てやっ、脅威ではなさそう。そこふっ、当てる。伸びろ。連続よ。そこ連射！そこ！伸びろ！連続よ！そこ！当てる！そこ！まだまだ！そこ！当てる！さあ、始めるよ！一気に行くよ！楽勝楽勝！さあ、早く進もう。私もちょっとは成長できたんだな。もっと強くなるぞ。実践で得た経験、無駄には。なにこれ。君、大丈夫か？あれ、私どうして。うわっ、ああ、やっと目を覚ましたか。もう大丈夫なようだね。え、ここってさっきまでいた。なんだかさっきと雰囲気が。それより私のこと見えるの？わかる？何を言ってるんだ？やっぱり頭でもぶつけたか。いや。ぱりそうだ。私を認識できてる。それにクラウディアやタオたちもいない。これってなんだろう。夢の世界みたいな。夢でも何でもいいや。遺跡の先に進むヒントがあるかもしれないし、調べてみよう。上には危ないから行かない方がいいよ。え？心臓より上は特に危険だからね。僕たちもめったに行かないんだ。心臓ってあれは確か私たちが見たのは動いてなかったのに。そんなはずないよ。僕の知る限り竜の心臓はずっと動き続けているからね。ねえ、その竜の心臓っていうのは何なの？ここの動力源のようなものだよ。巨竜の血を燃料にして竜の心臓が動くことで竜骨谷を守ってくれているのさ。つまり竜の心臓を動かすには巨竜の血が必要ってことか。だんだん分かってきたかも。あれ？なんだろうこれ。これって骨？ん？あそこ道なんかあったっけ？これで我々にできることはやった。だが本当にいいのか。このままでは魔力のバランスが崩れてこの土地から緑が消えることになるんだぞ。バランスならばすでに崩れている。あの化け物どもがこの世界に出現した時点で魔力の流れの乱れは始まっていたんだ。我々が魔力を吸い上げて送る前からこの土地の未来は決まっていたんだ。この地が緑を保っていられるのはあとどれくらいだ。すでに崩壊は始まっている。季節が巡る頃には荒れた大地へと変わっているだろう。そうか、ここが荒野だったのってこの遺跡が魔力を吸い上げたからなんだ。でも送るっていうのはどういう、あれ、してくれて。ここは私どうしたの。そりゃこっちのセリフだ。お嬢ちゃん急にぶっ倒れちまったんだぜ。おいマジで大丈夫なのか。体調悪いなら無理すんじゃねえぞ。あ、うんそれは大丈夫なんだけど、なんだか変な夢を。あれ、これって夢で拾った骨。ライザ本当に大丈夫。うん、それより私見たんだ。竜の心臓が正常に動いてた頃を、多分大昔のこの遺跡の記憶だと思う。竜の心臓、それって道中にあったあの心臓みたいなもののことですか。うん、あれはこの遺跡のまさに心臓なの。あれが動かなくちゃここの仕掛けは動かない。それを動かすには巨竜の血？え？うん、そうなの。竜の心臓を動かすには巨竜の血が必要らしいんだけど。どうしてセリさんがそのことを？ライザが倒れたから寝言をいろいろ言っていた。気になった言葉を覚えておいただけよ。そういえば道がどうとかも言ってたよね。そう、道を見つけたの。あの竜の頭骨の奥、道になってるはずだよ。ちょっと待ってくれよライザ。今の話って全部ライザの夢の中のことだろ。もしかしたらただの夢かもしれないのに、それを信じて行動して大丈夫なのかよ。でも今はそれしか頼れるものがないんだ。とにかくまずは巨竜の血を用意しなくちゃ。用意って言ってもそんなの作れるの？多分ね。けどそのためにはまだ情報が足りないのだから、もう少しだけ遺跡の中を調べてみよう。